この動線っていう考え方あんまり持ってない人が多かったりするので差がつく部分ですね。4つ目がエゴサーチですね。Twitter や他のブログで紹介されていないかを見るということですね。割とワードプレスじゃなくて無料ブログもありなんじゃないかなと思っています。 はい、どうも、中島です。今日の動画は、ブログ運営でやるべきことというテーマで話をしていきます。ブログ運営といえば、記事を書くことだと思ってる人多いと思うんですけど、まあそんなことないんですよね。もちろん、記事を書くっていうのはブログ運営の一部なんですけど、あくまでほんの一部っていうことですね。収益目的でブログをやるんだったら、他にも結構やることって多いです。まあ記事を書いてるだけでは稼げるようにならないので、今日はブログ運営でどんなことをやっていくべきなのかっていうのを解説していこうと思います。結論はですね、役立つコンテンツを読者にどう届けるか、 っていうのがめちゃくちゃ重要です。まあ、記事執筆っていうのはあくまでコンテンツ作成っていうことですね。コンテンツを作ったらそれをちゃんと届けないと、まあ、読者に届かないし、そこで収益っていうのは発生しないです。で、この届けるっていうことをあんまり意識していない人が多いんじゃないかなと思います。で、やるべきことっていうのはまず一つ目が役立つコンテンツを作るっていうことですね。まあ、これがみんなが考える記事執筆ですね。で、二つ目がブログ内の動線を整理するということで結局、どんなに役に立つコンテンツを書いたところで、 読者が情報にたどり着かなかったら意味ないんですよ。だからちゃんとブログ内の動線っていうのを整理する必要があります。要するに記事から記事にリンクするっていうことでで、特にトップページの動線っていうのは重要になります。なぜかって言ったらトップページが一番 PV 多くなることが多いからですね。で、三つ目がブログのメンテナンスですね。記事書く以外にも維持管理というものが必要になります。まあワードプレスだったらセキュリティ対策とかそういうことですね。 はい、そういうのもちゃんとする必要があります。で、4つ目がエゴサーチです。まあ、Twitter とか他のブログで紹介されてないかどうかっていうのをちゃんとね、自分でエゴサーチして確認するようにしてください。そういうのが最終的に非リンクにつながってきたりするから、僕はすごく重要かなと思っています。はい、ここから詳細を話していきます。1つ目が役立つコンテンツを作るというところからなんですけど、まあ、これがブログ運営の一番メインの作業ですよ。 一番メインの作業なんですけど、これだけじゃないっていうのはぜひ覚えておいてください。ここで重要なのが、読者の悩みを解決できる記事を書くということですね。で、今回は記事の書き方を解説する動画ではないので、そこは割愛するので別の動画を見てください。で、読者のために勉強して記事を書くっていうのも忘れないようにしてください。ちゃんと読者の役に立つ記事とか、そういう読者に価値提供できる記事を書こうと思ったら勉強する必要があります。まあ勉強しないとなかなか知識とかね、手に入らないので、はい、これめちゃくちゃ重要です。 ブログ運営する上で本当に重要なことってギバーになることなんですよね。最初は自分の利益とか収益みたいなのを考えないで、とにかく読者に対してギブをしまくってください。まあ、要は読者のために代わりに苦労するっていうことですね。代わりにいろいろ勉強して、代わりにいろいろ調べて、その上で記事を書くと。それが読者に刺さるわけです。で、読者に刺さるっていうのは結果的に SEO で上がるとか。 収益につながるとかそういうことになるとね。まあとはいえね、収益を考えずにギブするっていう話をしたんですけど、現実的には考えるんですよ。当然自分の収益を無視してやる方がいいっていうわけではないんですけど、ただ、ほとんどの人が自分の収益とか自分ファーストになりすぎていて、まあなかなか読者のために何かをするっていう意識が抜けている人が多かったりするので。 なので、とにかく最初はまあ自分の収益を無視してでも義務しまくるっていうのがブログで稼ぐ上では重要かなと思っています。まあ自分ファーストでしか考えられない人はね、なかなかブログに向かないかなと思うので、注意点としてはブログ運営イコール記事執筆だけじゃないっていうことですね。もうこれはぜひ覚えておいてください。 二つ目が、ブログ内の動線も整理するということですね。これに関しては結構やってない人多いんじゃないかなと思います。まあ、記事を書かなきゃいけないっていうのはみんな分かってるんで、記事頑張って書くんですけど、それで終わってる人が多いですよね。ブログ内の動線っていうのは整理するようにしてください。で、役に立つ記事っていうのは読者に読まれて価値が初めて生まれます。まあ、読者がそもそもその情報にたどり着かなかったら意味ないじゃないですか。どんなに役に立つ情報でも、読者がその役に立つ情報を読まなかったら全然悩みは解決しないので。 なので、そういう情報にたどり着きやすい動線を作るっていうことですね。まあこの動線っていうのはリンクみたいなことだと思ってください。要は記事から記事にリンクして動線を作るっていうことです。そうすることで読者が必要な情報にアクセスできるようになります。まあイメージとしては Wikipedia とかわかりやすいんじゃないかなと思います。Wikipedia ってページの中でリンクすごいあるじゃないですか。自分が気になった項目を押せばそのページに飛べるんですけど、仮にその Wikipedia がその記事の中にね、リンク全くなかったらおそらく誰も使わないんですよ。 ウィキペディアがあんだけ使われるっていうのはなんとなく気になった時にそこにリンクがあってそれを押したらその記事をねまた見れるっていうのがいいところなのでまあそれをイメージしてもらうとわかるんじゃないかなと思いますまあ自分のブログでも同じようなことをやるということですね はい。まあ、読者の疑問とか不安を考えてリンクするっていうことです。で、この動画の中でも、記事の書き方は別の動画でっていうことを言ってるじゃないですか。それも同じです。記事の書き方の話をしたら、記事の書き方を知りたいっていう視聴者もいるはずなので。だからそこで関連動画を紹介すると。まあ、これも同じです。YouTube もブログも同じです。読者の疑問とか不安に合わせて、ちゃんとリンクするとか、まあ、関連動画を紹介するとか、そういうことをする必要があります。はい。で、特に、 トップページの動線っていうのが重要になります。なぜかって言ったら PV が多いから。まあ当然ね、検索結果から個別記事にアクセスする人っていうのが多いんですけど、個別記事にアクセスした人としても、とりあえずトップページに来る人っていうのは多いので。だからトップページっていうのはアクセスされやすいので、そこの動線っていうのは重要です。まあ例えば自分がダイエットのブログをやってるんだったら、痩せる方法への動線を目立たせるということですね。 なぜなら、それがブログのメインの記事だから。ダイエットのブログをやってるんだったら、ってる方法っていうのがメインの記事じゃないですか。まあ当然コンセプトとかにもよるんですけど、まあ大概このやってる方法っていうのを知りたくて読者は聞けるんで。だからそれを目立たせるっていうことですね。テキストとかバナーを貼るっていうことなんですけど、まあこのトップのね。 トップページの一番上のところに設定できるようなテーマも多かったりするんで、ちゃんとそういうのを使って動線を目立たせるようにしてください。はい。で、動線を考えるときに記事の書き方っていうのも重要になってきます。なぜかっていうと、もう本当に思いつきで記事書いていくと動線作れないからですね。まあ関連性がない記事ってリンクできないじゃないですか。 まあそれこそラーメンと猫みたいな記事書いててもラーメンと猫の記事ってリンクできないじゃないですか。要は動線作れないんですよ。だから関連性が高い記事を書いていくっていうのが動線作る上でも重要ですね。この動線っていう考え方あんまり持ってない人が多かったりするので差がつく部分ですね。なのでこれからブログ運営していく上ではね、ブログ内の動線をちゃんと整理するっていうのは覚えておいてください。結構ブログをやってる人だったら記事を書くとかリライトする。 っていう時間以外にブログ内の動線を整理するっていう時間を取ってる人多いんじゃないかなと思います。まあ要は、あ、こうやって記事書いてるけど、こっからまた内部リンク貼れるよねとか、そういうことを改めて時間作ってやってる人も多いんじゃないかなと思いますけど、まあやってない人も多いんで結構差がつく部分かなと個人的には思っています。で、3つ目がブログのメンテナンスですね。まあこれワードプレスの場合ということなんですけど、まあ記事を書く以外にも維持管理をしていく必要があります。例えば SSL の更新とか。 プラグインやテーマの更新とか、あとはリンク切れのチェックとか、セキュリティ対策とか。まあこういうことですね。まあこういうのをワードプレスでブログ運営していく上ではやっていく必要があります。特にセキュリティ対策に対し関しては重要ですね。まあハッキングの被害とかもすごい多いんで。まあ要するにハッキングされてしまって、ワードプレス、ブログの中を改ざんされたりとか、あとは乗っ取られたりっていうケースが結構あります。で、ワードプレスに関してはこの辺のセキュリティ対策が自己責任です。まあこの辺でいうのはちゃんとやっていく必要があります。ただただ記事を書いていく。 だけでそれでブログの運営ができているかって言ったらなかなかそんなことはないですでこのまあ、維持管理とかメンテナンスに関してなんですけど別に全部の作業を毎日するわけじゃないんですよ例えば SSL の更新だったりとかあとはセキュリティ対策とかねリンク切れのチェックとかまあ、そんなの別に毎日する必要はないんですけどただ毎日の作業じゃないからこそめちゃくちゃ時間取られるんですよね例えば SSL の更新ができなかったみたいなことあるんですよまあ、基本的にレンタルサーバーが自動更新してくれるんですけどまあそれが自動で更新されない場合があるんですよじゃあそういう時にやり方がわからない そのやり方を調べて解決するみたいなことになるんですけど、まあそうすると、結局そっちに時間取られてしまって、本来やるべき記事を書くっていう時間がなくなっちゃうわけです。でも記事書けなかったら結局稼げないので。なので、まあその辺に時間を取られがちなんでね、まあなるべくその辺っていうのは効率よくね、できるように考えてもらうといいんじゃないかなと思います。まあメンテナンスに関しては必要のうって実施していく必要があるんですけど、まあブログ初心者とかだと割とハードル高いかもしれないですね。僕はずっとやってるんで、まあその辺のハードルっていうのはそこまで高くない。 ですけど、まあ、やり方がわからない人とかはね、そっちの記事を書くとかよりも、まあ、他のところに時間を取られてしまって、なかなか記事書けなくなっちゃったりしてるんで、まあ、その辺はそうならないように注意をしてください。4つ目がエゴサーチですね。Twitter や他のブログで紹介されていないかを見るということですね。まあ、Twitter で自分のブログが投稿されている。 とととととかかかっていいいいうううののををを見つけたらちゃんといいねとか、まあ、返信すするるそこが重要です、す他のブログで紹介されているのを見つけたら、まあ、そこでね、たまにリンクしていないようなこともあるんですよ。リンクを貼ってくれないようなブログもあったりするんで、リンクしてくれていなければ、そのブログに連絡をして、ぜひリンクをしてくれませんかってお願いしたりするっていうことですね。そういうのが結局、非リンクにつながってくるわけです。 で、こういう割と地道な作業っていうのをうまくいってる人はやってたりするんで、自分がもしやっていなかったら、ぜひそういうのをやるようにしてください。まあ自分の名前とか、あとはブログ名とか、そういうので Twitter とか Google で検索をするということですね。稼ぐために重要なことっていうのは、結局ね、他者からどう評価されるかなんですよ。自分自身がどれだけいい記事を書けたかって、まあ自信を持てるってそれはそれで重要なんですけど、でも結局 SEO で上がるとか収益が生まれるっていうのは、やっぱり他者が評価されているからこそなんですよね。自己満足では収益が生まれないので、 で、最初の方に、まあ、ブログ運営始めてね、初期の頃にエゴサーチしても、結局何も出てこないんです。じゃあ、どうすればいいかっていうのを考えるっていうのが重要なことですね。はい。僕はよく思考前に進めるっていう表現の仕方をするんですけど、まさにここですよ。結局、エゴサーチをしなければね、じゃあ自分が、こう、エゴサーチをした時に名前とかを出してもらうためにはどうしようって考えないじゃないですか。なので、ちゃんとエゴサーチをして、自分の名前があるかどうか、自分の名前が検索で見つかるかどうかとか、まあ、そういうことっていうのをちゃんと、 考えてもらうことで思考が前に進んで、ブログ運営っていうのはね、さらにいい方向に進んでいくかなと思うんで、ぜひそういうことも忘れないでください。まあ結構、まあインフルエンサーとかもそうなんですけど、エゴサーチしまくってる人って多いですよね。この人ずっとツイッターやってなみたいな人いたりしますけど、そういう人って結構エゴサーチしまくってる人多いんですけど、まあそういうのも結構ブログで成功している要因の一つなんじゃないかなと個人的には思っています。 ここまで聞いて、まあいろいろやることあるなと思った人もいると思うんですけど、結構ブログやってる人の中で、パソコンとかネットが苦手っていう人もいますよね。まあそういう人に、まあ僕からのアドバイスというか、僕が最近思っていることは、割とワードプレスじゃなくて無料ブログもありなんじゃないかなと思っています。例えばハテナブログとか、あとはアメブロみたいなものですね。で、この辺はまあ数年前とちょっと変わっているのかなと思っています。誤解のないように言っておくと、収益目的だったらワードプレスがおすすめなんです。 まあ収益目的でブログをやるんだったらワードプレスを使った方がいいよっていうのは今も変わらないんです。まあ自由度が高かったりとか、あとアカウントをバンされるディスクがないので。無料ブログだとどうしてもアカウントをバンされるディスクがあるんです。まあ運営会社とかがあるんで、その運営会社が、まあ、このブログがダメだって思ったらアカウントを消されてしまう。そうなると今まで作ってきたブログっていうのがなくなってしまったりするんで。それはすごい大きなリスクなんです。なのでそういうものがないワードプレスっていうのはやっぱり収益目的では 一番おすすめできるんですけど、そのワードプレスとかでブログ運営をしていく中で、まあ記事を書く以外に時間を取られすぎている人っていうのがかなり多いんじゃないかなと思います。まあさっきもね、メンテナンスとか維持管理が必要だよって言ったんですけど、そっちに時間を取られているってことですね。まあ記事を書く時間がなくなってしまうっていうのは本末転倒じゃないですか。だって、どこまで言っても記事を書くっていうのがメインの業務なので。 役に立つコンテンツを作って、それを読者に届けてお金をもらうっていうのが、このブログのビジネスモデルなんで。だから記事を書けなくなるっていうのは結構本末転倒なんです。まあ、ワードプレスで運用していくっていうのはもちろんいいんですけど、まあ、セキュリティ対策とかいろんなことを考えた時に、ワードプレスを運用するっていう難易度結構上がってるよなと思います。で、それこそ、みんなね、このテーマとかはいろいろ使ってると思うんですよ。有料のテーマ使ってる人もいれば、無料のテーマ使ってる人もいるんですけど、テーマもどんどん高機能になっていきますよね。高機能って、すごくこ聞こえはいいんですけど、結局のところ、複雑になっていくわけです。 で、複雑になっていくと、初心者は、それ、わからなくなっちゃうじゃないですか。設定項目めちゃくちゃあるけど、どこを設定していいかわからないとかって、まあ、いろいろ調べたりして、まあ、そこでまた時間を取られてしまうと。なので、まあ、ワードプレスと無料ブログってね、まあ、それぞれメリット、デメリットっていうのがあるんですけど、まあ、いろんなメリット、デメリットを考えた上で、結構無料ブログでやるのもありなんじゃないかなと、最近は思っています。まあ、それは別に無料ブログでやった方がいいよってお勧めするわけではないんですけど、別に無料ブログでやるっていうのが絶対にダメというわけではないという感じですね。 ということで、今日のまとめですね。今日はブログ運営でやるべきことを解説していきました。2つ目が役立つコンテンツを作るということです。まあこれ一番のメイン作業になります。読者の悩みを解決できる記事を書く。 で、このために、読者のために勉強して記事を書くっていうことが重要です。まあ、注意点としては、ブログ運営は記事執筆だけじゃないというのを覚えておいてください。二つ目が、ブログ内の動線を整理するということですね。まあ、これやってない人が多いので、ぜひやるようにしてください。まあ、役に立つ記事っていうのは、読まれて初めて価値が生まれます。まあ、記事から記事にリンクして動線を作るっていうことですね。はい、これは絶対にやるようにしてください。で、特にトップページの動線っていうのは重要になります。PV が集まりやすいので。なので、トップページの最上部に、 ちゃんとね、そういう記事とかを設定できるようなテーマも多かったりするんで、ちゃんとそういうので動線を作ってください。で、この動線を考えるときに、記事の書き方っていうのは重要になってきます。まあ、全然ね、関連性のない記事を書いていても動線作れないので。なので、関連性が高い、まあ、動線を作れるような記事っていうのを書くようにしてください。で、3つ目が、ブログのメンテナンスですね。これ、ワードペネスの場合なんですけど、まあ、記事を書く以外にも維持管理をしていく必要があります。で、毎日の作業じゃないからこそ、ここ時間取られちゃう人も多かったりするんで、で、記事を書く時間がなくなってしまえば、まあ、それって稼げないっていうところに繋がって てててくくくるるんんでででねね、まあ、そこはちゃんと効率よよ、ね、時間でできるように考えてみてください4つ目がエゴサーチですね。ツイッターとか他のブログで紹介されていないかっていうのを見てください。まあ稼ぐために重要なことっていうのは他者からどう評価されているかですね。自己満足では収益は生まれないので、結構うまくいってる人っていうのはエゴサーチしまくってる人多いんじゃないかなと思います。僕も結構エゴサーチしています。パソコンとかネットが苦手な人も多いと思うんですけど、そういう人は無料ブログっていうのを僕はお勧めしたいなと思っています。ハテナブログとかアメブロですね。 はい。この辺は数年前と考え方。ちょっと変わっているかもしれません。まあ、収益目的だったらワードプレスがおすすめっていうのは変わらないです。重要度が高いとか。 赤晩のリスクがないとか、まあそういうメリットあるんですけどね。ただ、まあ維持管理が大変とかセキュリティて厚くとか、まあそういうことを考えていくと、まあいろんなメリットでメリットを考えると無料ブログっていうのは結構ありかなと今は思っています。まあ重要なことは役立つコンテンツを読者にどう届けるかということですね。はい、これをぜひ考えてください。まあブログ運営イコール記事を書くことって思ってる人いるんですけど、まあそれはそれで間違ってないんですけど、でもあくまでそれはほんの一部ってことですね。まあ記事を書くだけでは稼げるようにならないので、まあ読者に喜ばれて収益も上がるブログをぜひ作っていきましょう。以上を参考にしてもらえると嬉しいです。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために、文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも概要欄からぜひチェックをしてみてください。 ブログ運営でやるべきことについて話をしてきました。で、本編では入れなかったんですけど、これも絶対やってほしいっていことを最後に話して終わろうと思います。絶対にやってほしいことは、バックアップを取るということですね。正直、ワードプレスでブログ運営してて、バックアップしてないのはマジでやばいです。なぜかっていうと、もう、よくあるんですけど、1年間かけて書いた記事が全部消えるみたいなことって、まあ普通にあるんですよ。で、これ、バックアップを取ってれば戻せるんです。でもないとマジで戻せないです。なので、そんなことになったら悲惨じゃないですか。 ちゃんとバックアップ取るようにしてください。で、ワードプレスはプラグイン使うと自動でバックアップ取ることができます。例えばバック WP アップとか、あとはアップドラフトプラスですね。こういうプラグイン使うと自動的に、まあ、毎日とか、まあ、決めた感覚でバックアップ取ってくれるのでおすすめです。まあ、その辺のバックアップの取り方に関しては別の動画で解説をしてるんでそちらを見てください。まあ、ブログを立ち上げたらそれと同時にバックアップも設定するっていうのはセットで覚えておいてください。僕も絶対やるようにしています。これは初心者でも絶対にやった方がいいので、ぜひバックアップ取るようにしてください。 ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです役立つ記事を読者にどう届けるかが重要。読者の役に立つ記事を書くことは大前提。読者が情報にたどり着けるよう動線を整理する。セキュリティ対策やバックアップは必須。他者からの評価を知るためにエゴサーチする。パソコンが苦手なら無料ブログでも OK。